15日にさ、これ届いてたんですね。僕見逃してたというか、なんか未だにやってる人、未だにって口悪いな。今やってる人のヒントかなんかかなと思ったんですけど、よーく読むとこれ新しいの追加されてたんですよ。すいません。ちょっといろんなゲームやりすぎて、見逃してまして。で、ちょっとこれ取ってきて、もうルイージが最後かなと思ったんですけど、しなーとこれアップデートがかかってるんですよね。お互い写真は三角形と直線のシンプルな構成ですっていうので、このすぐに砂の国というふうにわかると思います。これからちょっとやっていきたいと思うんですね。もう一個追加されてますよね。15日と22日。だからラボの1と2が発表された時ですよ。一応ムーン取っときましょう。で、どう考えたってあれが三角のでっかい方なんで、三角のちっちゃい方やっと見つけたんですよね、ここに。これ、ちょっと待って。降りてみるよ。おい、ひって慣れてね。これ、三角やね。だからこの下ってことはもう間違いないんですけど、ちょっと最近マリオやってないんで動きができるかどうかわかんないですけど、ここですよね。あったね。ちょっとやなと思ったけど、結構ある。ちょっといいことあった。やったー。で、そんだけの動画なんですけど、もう一個探していきます。別の動画にします。